女体の時の胸部の出っ張りをパイとする。軟体への変化時、このパイはどう換算されるのか。出っ張りイコールパイとすると予想されるのは下半身の出っ張りへの換算であり。兄さん。ん？私も負けてないよ。作用はもちろん諦めていなかった。モヒロは何も理解していなかったが、とりあえずうなずいた。ああ。